予選競争の第10レースを迎えました。バックストレッチ側待機行動中です。対戦メンバーは1号艇井口義則、2号艇松田大志郎、3号艇松村光太、4号艇飯山康史、5号艇平尾貴則、6号艇中田龍太、以上の6選手です。陰線は1番人気です。1番の井口義則です。1着を是が非でも取りたいところです。1番井口の陰線です。そして2コースには今日1回走り2番の松田大志郎、このレース5着でも 6.00 あります。3コースには3番の松村光太が向かっていきます。引っ張って角位置4コースになっていきそうです。4番の飯山康史、今日の1走目2コースから差し切って1勝を上げています4番飯山、1着を取りますと順位1号艇が待っています。そして5コース5番の平尾貴則です。今日の1走目連勝止まりましたけれども大津連帯はキープしています。3着で予選1位通過が決まります。1番外6コース6番中田龍太、4着を取って 6.00 となります。6番の中田が大外6コースです。1番の井口から4番飯山、そして5番平尾への人気となりました。予選競争の10レース10秒切っています。進入ラインから1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒、スタートしました。内側の2人、そしてダッシュの方では4番の飯山コースタート、1マークへと向かっていきます。1番井口の陰線です。2番松田の差し、4番の飯山がまくってきまして、内側からは5番平尾がまくり出してきました。バックストレッチに入っていきまして、1番の井口がどうやらインから振り切っていきそうです。2番手争いですけれども、内側から5番の平尾、真ん中には2番の松田、外側には4番の飯山、この3人が並んでいます。スタートは前提正常でした。1周2マークは最内にコースを4番の飯山が切り替えていく2番手争い、5番の平尾がこれを差し込んでいきまして、ホームストレッチに戻ってきました。ここで2番手からは5番の平尾が抜け出していきます。3番手争いですけれども、内側2番の松田、外側には4番の飯山、レースは2周回目と入っていきます。先頭は1番の井口義之です。西1マークトップでクリアしていきます。2番手5番の平尾貴則、3番手争いは4番飯山に対して6番中田が追い上げてきました。一気の追い上げを決めてきました。6番の中田龍太が3番手を奪っています。前の体勢変わりまして、1番5番6番の体勢 2,3 番手の差が2停止まで詰まってきまして、2周2マークへと移っていきます。1番の井口がトップで2周2マークをクリアしていきます。2番手5番平尾、おっと6番の中田がへさきが上がって交代です。ここで3番手再び4番飯山と2番の松田、この両者となりまして、レースは最終周回へと入っていきます。先頭2番手は大きく抜け出しています。1番の井口に5番の平尾、最終1マークをクリアしていきます。3番手は外から2番の松田が先取りしていく。4番の飯山の差しですけれども、これは届かず2番の松田大志郎が3番手です。前の体勢変わりまして、1番5番2番の体勢で最終ターンマークへと移っていきます。インからどうやら振り切っていきそうです。1番の井口義之です。最終ターンマークトップでクリアしていきます。今節2勝目のゴールとなります。2番手が5番の平尾貴則です。3番手2番の松田大志郎、1番5番2番の体勢でまもなくゴールを迎えていきます。先頭は1番の井口今ゴールイン、2番手5番の平尾、3番手2番の松田ゴールイン、4番の飯山4番手でゴールイン、その後ろは3番6番6番3番、ほとんど同時にゴールインしております。以上予選競争第10レースでした。